負けたか。負けたよ。今日のところはあいつが一番だ。でもな、でもまだ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 全部出し切れてねえだろ。なあ、俺とお前はまだまだこんなもんじゃねえぞ。お前が言うさ、苦しくて辛くてでも面白い、もっと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 限界を超えた戦いしようじゃねえか。ヒロム、これからも楽しもうぜ。 It's リボン。あんまり好きじゃないけど、あんまり好きじゃないけど、スーパージュニアの後に言うのはあんまり好きじゃない。先に謝っておく、ごめん。オープン。ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア王者の口から出たのは IWGP ジュニアヘビー級のベルトを持つ者の名でした。オスプレイ選手入ってきましたよ。そしてオスプレイが姿を見せます。入ってきました。さあオスプレイは何を語る。Well done, Hiromu. Congratulations. まずはヒロムの健闘をたたえる。Everybody here is so proud of you, man. I'm proud of you. Well done. You won the best of the Super Juniors. Well done. ものすごかったと。勝ったことは素晴らしいと。ものすごい。But that don't mean nothing to me anymore.This proves that I am the best junior heavyweight in the world. Hiromu, I've beaten you twice already. One on one, I've got the advantage. I thought I was going to be scared, but looking at you, I know that Osaka in Dominion. Dominion? No more.Osprey leaves with the IWGP Junior Heavyweight Championship and I prove I am the best junior heavyweight in the world. もう二度とチャンピオンから降りることはない。俺が最高だ。そして今両者が高々と掲げます。もうお互い王者ですからね。はい、ベルトを持つオスプレイ、トロフィーを持つヒロム、王者と覇者が向き合う。オスプレイからは大阪という言葉も聞かれました。大阪城でジュニアの頂上決戦か。オスプレイ、oh. Thank you, ミャオ。まだまだ余裕があるね。センキューメンってね、英語で英語で言いますけど、それを猫に変えてますね。さあ、今一度
場内のファンからベストオブザスーパージュニアの覇者に声援。おい見たか、みんな見たか、テレビの前のみんなも見たか、ヘビー級のみんなも見たか。そしてライオンさん、あんたも見ただろう。これが俺たちのスーパージュニアだ。すごい。5年前の今日ここで語ったこと今でも覚えてるよ。そして今も同じだ。俺の夢は IWGP ジュニアを巻き、ジュニアとしてヘビーのベルト巻き、そしてゴールデンタイムで試合を見ろ。俺は何も変わってない。俺はあの時のままだ。俺は何一つ変わってない。また見たぜ、楽しもうぜ。優勝デキンバンボン高橋ひろふ。今年のジュニアの祭典制したのは高橋ひろふ。You know, that was me actually just the tiniest of tiniest bit worried. I'm going to leave my belt here. I deserve a beer after this fucking talk. That was me that tiny, tiny bit worried that it might have been Ishimori that I've been facing Dominion, because that man just seemed to have beat me in under 15 minutes. But now, there's a huge weight off my chest. I'm facing Hiromu, a man that I haven't just beaten once, I've beaten twice. This is easy. Osaka's going to be easy, okay?I wish I was facing Rey Mysterio, honestly wish I was. But instead we got to replay old tapes. Unfortunately to the New Japan fans, I'm sorry in advance. I love and care about you, but Hiromu is not the man to carry this division. Unfortunately for you guys, it's not him. But fortunately, it's me. Sore no. Or sama.どこ行った？ナイト、帰ったのか、あの野郎。おい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 、聞いてよ、あのナイト哲也という男は俺のトロフィーを奪い、そして壊れたことに気づき、俺に身元でごめん、ちょっと壊れたと俺に渡してきた。俺はパニックになった。どうしたらいいんだと。だったらちょっと笑いに走るしかねえだろ。ごめんよごめんよ、全然悪気はないんだよ。俺が責任持って直すから、ごめんよ。それにしても嬉しい、嬉しかった。俺は不器用だ、何をやっても不器用だ、ダメ男だ、分かってるよ分かってるよ。でもそんなやつでもここの底からプロレス楽しめるんだ。リングの上でありえない力を発揮するんだよ。そう、夢のためにな。
も知らず、それが唯一の取り柄。そんな俺がこのベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの栄光を掴んだんだ。嬉しいよな。あリング上でも言ったけど、俺はベスト・オブ・ザ・スーパージュニアを挑戦者決定戦にしたくない。そんなこと分かってる。俺がずっと言ってきたことだ。だからごめん。今年何回もオスプレイに挑んでる。でももう一度挑ませてくれ、ビル・オスプレイ。お前は世界最強のジュニアだ。でも俺もたった今世界最強のジュニアになった。世界最強同士、どっちが本当に世界最強なのか決着つけようぜ。なあオスプレイ、なんかあるの？こんなに集まってくれて何もないわけないよね。まさにリング上でもヘビーの選手を見せつけるようなそんな思いもありましたが、歴史に残る壮絶な決勝戦をやった自身の手応えというのはどうでしょうか？手応え、がむしゃらだよ、がむしゃらだよ。相手がさ、誰でもがむしゃらにやったよ。とりあえずこのスーパージュニア公式戦一戦一戦がまさにタイトルマッチだ。ほとんど20分超えたんじゃないの？死闘だった。まあ、その死闘を制した中で今年のスーパージュニアというのはジューシーなサンダーライガー選手がエントリーしませんでした。まさに新時代の一つかと思うんですが、だからこそ取りたかったよね。あの人がいない今、元新日本プロレスジュニアの象徴の中心サンダーライガーがいない今、象徴になるのはこの俺だ。新日本プロレスジュニア、いや新日本プロレスの新しい象徴はこの高橋宏夢だ、間違いない。今腕に夢とも語られてますが、うん、その大きな夢にまた近づくためには次大阪の戦いがありますよ。別にこれ俺が書いたんじゃないけどね、朝起きたら勝手に出てくるんだよ。まだこれに関してはさ、まあ、俺のなんかここだと思うよ。ここが出ちゃうんだと思うよ。そして大阪の大きな戦いが待ってます。まあ、まだ考えられないよ、まだ考えられないけど、さっきも言った通りに世界最強のジュニアはどっちか大阪城で決めようよ。それだけ。なかなかちょっとトロフィーが治りませんが、うん、大丈夫でしょうか？これは俺なんとかするよ。もう肌身離さず来年のスーパージュニアまで俺この子と一緒に入場するから、うん、誰一人として、ほら今年のスーパージュニア忘れさせないように俺が次来年のスーパージュニアで一緒にこの子と入場して仲良しになるよ。今ちょっと険悪なムードだからさ、まあなんとかするよ、お家帰って。以上かな。